私にとっての海とは、インドアバレーでは感じることのできなかった自然の素晴らしさを教えてくれた場所です。海を考えるボイスオブアシー、海と大きく関わりのあるキーパーソンを紹介していきます。佐伯美香さん、愛媛県松山市出身。インドアバレーボールではアトランタ、ビーチバレーに転向してからシドニー、北京と3大会ものオリンピックに出場。現在は指導者としても活躍中の日本ビーチバレー界になくてはならない存在です。インドアバレーで出場したアトランタオリンピックが敗北に終わって、もう一度オリンピックに行きたいという気持ちが強くなって、背の低い私でも可能性のあるビーチバレーに転向する決意をしました。砂だったり暑い太陽だったり、海から来る風だったりを味方につければ世界で戦える、スポーツです。2010年4月から松山東雲短大大学の女子バレーボール部コーチに就任した佐伯さん。元オリンピック選手の佐伯さんは学生たちの大きな目標であり、その技術を学ぼうと眼差しは真剣です。尊敬してるし、すごく憧れの存在です。偉大な存在なのに、すごい親しみやすくて近い存在でもあるので、とてもいいです。と一緒に練習させてもらってるので、盗めるところは盗んでいきたいし、目標です。私自身では獲得できなかったオリンピックでの金メダルを、取れるような選手を育てることが私の夢です。普段練習している砂浜ですので、思い切り飛び込める、綺麗な、砂浜であってほしいですし、私は子供がいますので、子供が安全に遊べる砂浜であり、そして安心して泳げる海が理想です。佐伯さんの夢、そして海への思い、これからもずっと受け継がれていくことでしょう。海と日本。